どうもどうも、マサトです。響きワールドへようこそ。はい、今日はこちら、天空のトラップタワーに来ております。今日はですね、こちらにですね、玄武岩製造機、簡単な玄武岩製造機の方を作っていきたいなと思います。ということで、早速始めてまいりましょう。はい、ということで、なぜここにいるのかと言いますと、ここにね、玄武岩の製造機作ろうと思います。なぜここに作るのかと言いますと、ここでね、玄武岩取ってる間にですね、このトラップタワーも稼働させて、アイテムも取っちゃうと、結構溜まってきたね。取っちゃおうという考えでございます。ここで作業してる間はね、やっぱその時間もったいないんで、このトラップタワー稼働させて、アイテム類をね、ゲットできるようにね、しておきたいなと思います。で、ちょこっと裏作業で、こちら、下、階層作りました。ここにね、ちょっと設置してみたいと思います。本当に簡単なやつです。誰でも作れるやつ。材料一応ここに持ってきてます。じゃあね、早速ね、やっていきたいと思います。ここが後ろの部分でしょ。で、ホッパーが1、2、3、4、5。で、ここかな。で、この狭いところは入るという感じになるんですけども。ね、ここにチェストを置いて、で、ホッパーを5つね、こう並べると。で、こういう感じですね。ちょっとガラス塞がっちゃうけれども、まあ、しゃあないやね。あ、入れんわ。よく考えて入れないわ、これ。これじゃあダメなのか。じゃあ1個下げます。こんなキチキチなところに入れようとするのがちょっとあれなんだろうね。ちょっと1個後ろ下げますね。ここにつけて、で、こっち側に。で、先にちょっとやっときたいのが、ここにソウルソイルセットしてピストンで、で、ここか。セットしておいてですね。あ、肝心なの持ってきてないや。まあいいか。作ればいいよね。こうやってですね、後からだとね、ピストンつけにくいというのがありまして、で、これでガチャコンさせましょうか。そして、先にね、レールつけちゃいます。あ、こうつながっちゃうんだよね。で、こここうして、ホッパー付きトロッコをね、ここにちょっとセットしたいんで、で、いいですかね。ホッパー付きトロッコ持ってくるの忘れてたんで、それちょっと作りますね。で、黒曜石。あ、違うわ。先、ここは、こうだね。こっち見えちゃうから、ガラス取っちゃうか。まあ、外から見ることないから、あれなんだけど、こうしてですね、あ、で、ハーフにしとかなきゃいけないんだ、これ。20個でいいかな。にしまして、ホッパ付きトロッコ。だから、これ出さなきゃいけない、結局ね。作っとかないとね、ホッパーね。で、ホッパーで、ガイドちょっと作っときます。ホッパー付きトロッコは動かないようにするためにですね、ちょっと足場ね、足場作って、こう入れると。でホッパー付きトロッコを作りますね。5つ分ね。あ、でその前にだ、ずれてもらうと困るのでこっち側にねホッパー付きトロッコ出てきちゃうということがあるので、これでちょっとガイドしときます。でホッパー付きトロッコセットしていきますね。はい、昔よくやったやつですよこれね。最近はもうあんまりやること少なくなってきたけど。でここにねソウルソイルをセットして埋め込みます。ホッパー付きトロッコね、もう入ってますよね。でこれレールがあると無理なのでこれね入らないでしょ。でこれレールを取ります。で埋め込みます。これやってる時にねホッパー付きトロッコがずれちゃうんですよね。これがめんどくさいんですよね。はい。でさっきのこれでここ埋めちゃうと、あ、足りねえや。こういう感じですね。でこっちもギリ止まってるでしょ。でこれ撤去していきます。上ごと壊そうか。はい、吸い込まれていった。ここに入ってますね。ほんとこれ単純なやつで誰でも作れるやつなんでね、作ってみたい方は是非どうぞということで。で溶岩使うんで誤って横ねブロックを壊しちゃったらちょっと大事っていうか大変なことになるんでね、これ作ってここもちょっとやっときますか。これ全部統一するためにやっとく、まあ、外見ることないけどこれはここまででいいんか。あ、やっぱこうしておいて、でここはこのままでいいよね。あ、でなおかつこっちもね上の部分も溶岩もしもの時のために防ぐためにこれ置いときますね。そしてですよ、製氷ですね。でいいんだよ、氷塊持ってきてないよね絶対氷塊とか氷じゃダメです。この製氷を使ってください。そうじゃないとゲームにならないんで。であとはここでね削るというふうな感じですよね。届かないよね。大丈夫だよね。でここホッパー付きトロッコが入ってるおかげでこのソウルソイルの上に落ちても全部下に吸い込まれていくんですね。よし、じゃああとは足場をセットしとこう。でこれ上乗ってこっから溶岩を、溶岩だけどもう一個上だよね、滑るここに溶岩をセットして下に落ちるとこのソウルソイルと製氷と、くっついてここが玄武になるというふうな感じですね。一応安全対策で上もこうやっといたらいいんか。でいいかな。でここから溶岩いけますよね。あとはここ塞げばいいのかな。上ここ明かりあるから塞いじゃってもいいよね。その辺は整える作業はまあ後でやるとして、じゃあ最終仕上げ。早いなもう終わりだよ。ちょっと一旦アイテムはこっちに移動させて、燃えるものはないと思うんだよね。じゃあ行きます。10と言ってますよね。はい、大丈夫ね。ここもう玄武になってるでしょ。ということでガラスこっち入ってるか。暗い。ここグローにした方が良かったかな。まあいい。まあいいか。ここ下湧かないからね。で、これで、ちょっと怖いけど、ね。これで玄武岩が取れていくわけなんですよ。単純でしょ。簡易型の玄武岩製造機になります。まあ、原理は丸石製造機と同じですよね。簡易型のね。昔ちょっと紹介したことあるけれども、あれに製氷とソウルソイルが合わさったというふうな感じになります。で、ここでね、ゲーム取ってる間、トラップタワーも稼働しているのでアイテムも取れるというふうな感じになるんですね。いいんじゃないでしょうか、これでね。で、間違えてこれ製品を壊さないようにしないといけませんね。はい、いいんじゃないでしょうかね。ほら、もうこんだけ取れてるんですよ。これで十分ですよね。じゃあ、あとは撤去しますね。で、これもしね、間違えて壊した時、溶岩が出てくる可能性もあるので、ここトラップドアつけといてもいいですよね。そしたら溶岩こぼれてこないと思うので。あ、あと上閉じるの忘れてた。まあ、ここ入ること絶対ありえないけど、まあ安全のためにこうやっておきますね。で、いいっすかね。安全のためにね。こうやっといてもらえればね、製品を壊れても溶岩がこっち側に出てくることはないと思います。はい、ということで今回は天空のトラップタワーに簡易的な玄武岩製造機作ってみました。これでやっと玄武もね、取り放題になりました。まあとりあえず玄武岩無限で取れるんでいいんじゃないでしょうかね。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。